どうもドズルです。さあ、ドズル VS シェル10本勝負9本目、もういよいよ最終局面ですね。やっていきたいと思います。いや今日ね、勝った方はでかいですよ。てかもう負けないですからね。負けはなくなりますね。負けはこれ引き分けだったらどうすんの。引き分けだったら最後あります。え、最後あります。いやでもゴールデンウィーク特別企画だからそんなことは私はできない。まあちょうど10日ですもんね。まあでも心配して、あ、心配しないで大丈夫です。私が2連勝いたしますということで。じゃあ行きますか。はい、行きましょう。いやもうね、このルールにも私慣れてきました。はい、相手のカードを1枚ずつ指定して1分間でデッキを組み立てるというこの特殊ルール。はい、今日は勝ちますよ。すごい自信があります。今日は秘策をね考えてきました。秘策考えてきました。いいですか。はい、じゃあ行きますよ。決めました。これでいこうかな。お、はい、なんかもう自信満々な感じじゃないですか。いいんですか、はい、それで。はい、じゃあ行きますよ。せーの、ゴーレム。墓石か。墓石か。ちょっと待ってよ、墓石。これか。よし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 。墓石はちょっと待ってよ。これか。墓石を探すのに10秒近くかかるという。ちょっと待ってよ、これは、ここかな、ポジション的には。もしくはここ、ここか。ここですね、多分。あ、でもな、これ、こことここ、この相性がやっぱいいんですよね。この相性。だから、ここかな。いや、ここだ、ここだ、間違いなくここだ、ごめんなさい。今のここですね。さあ、ということで、いや、もう勝てたでしょ。私ね、この、実はこのベースのデッキで、今、私、結構勝ってるんで、あ、こんなこと言っちゃうと、シェルさん、まあでも、まあ、残りもう20秒しかないんでね。はい、残り20秒切りました。結構な。ゴーレムを、いや、大丈夫でしょ、これ、勝てるでしょ。しかも、墓石でうまくゴーレム動かせれるし、勝ったでしょ。さあ、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、これでいこうか、終了。はい、ということで、時間になりましたので、やりましょう。ゴーレム。ゴーレムはね、いけますよ、多分。勝てます、これは。自信あります。秘策を見せてあげましょう。さあ、ということで。早速ザッホグで削っていくやつ。オッケー、まあまあ削れましたね。さあとりあえず削った。あーでもバルキリーちょっと嫌だな。バルキリーはちょっと嫌ですね、正直。さあこれでさらに削っていきます。おお、うまい。それはちょっと嫌でしたね、今。さあ、ゴーレム来ました。お目当て。さあさあ、お目当て来ましたよ。どうしようかな。ここかな。よし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 。あ、なんかシェルさん、溜めてる。三重種の可能性あるな。アドラゴンだった。溜めてましたね、完全に。ダークプリンスとかね、そこら辺ですね。なるほど。さあ、どうなっていくのか。ゴーレムを横断させて。よし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 、完封してる。やばいなぁ。ミスをしてるさ、いい感じ。俺は良くない。やばい。これがまずい。よし、決まった。シューハー決まった。もらったぞ、シューさん。よっしゃよし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 。嬉しすぎて咳込んでしまった。いやもう長い戦いにも終止符を打てますね、今日で。今日で終止符を打てますね。いや、これはいい作戦でしょ。いい作戦でしょ、正直。私考えてきましたから、今日こそは。こういう使い方をするんですよ。こういう使い方っていうか、今まで僕たち間違ってましたね。こういうゲームなんですよ、多分この1枚指定制度っていうのは。
ちょっと待って、今のはなしでしょ。マジでだ。もうちょっと待って、結構やばいかも。これいけるんじゃない？ちょっと待って待って待って、強い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 。なんで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 。待って。私も。ああ来た。ここでね。だいも。じゃ消防車鳴ってるけど。視聴者聞こえてるんですかね。多分ね聞こえてます、ね。ああそっちから来るのは反則って言ったじゃんこの前。ああっと危ない。ドラゴンかね。ドラゴレ結構強いですよ正直。押し切りたい。押し切られる。押し切りたい。よっしゃー。あーもう嫌だ、もう嫌だ、本当にクラロワなんてやめてやる。クラロワなんてやめてやる。さあということで、はい、ゴールデンウィーク特別企画10本勝負9本目が終わり、今シェルさんが1点リードですね。次どうします、もし私が勝ったら。勝ったらどうしましょう、まあ、明日までに考えておきましょうか。はい、ということで、終わりました。はい、ということで、今日はこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい。